ゼロコロナ政策緩和後、救急外来は最大8時間待ち。中国・上海の医師が語る現地の感染状況。友成医師はゼロコロナ政策緩和後の中国・上海の状況について、12月中旬ぐらいからわずか2週間程度でほぼ全員が感染したと言ってもいいぐらいの状況だった。また勤務する病院でもクラスターが発生し、一時期は40人いるスタッフが3人になるほどだった。また友人が勤める上海の救急外来では最大で8時間待ちになったと述べた。また治療薬について、12月の感染が爆発した際にはまず上海市内から解熱剤がなくなった。12月の末に中等症から重症の患者が増えてきて、今度はパキロビット、新型コロナウイルス感染症の経口治療薬や呼吸器で使用するステロイド薬や酸素自体が非常に少なくなった。しかしデジタル化が進んでいるため、政府が把握しすぐに供給されたと述べた。また春節後の感染については、国民が一気に感染しているので、今あるウイルス自体についてはピークがもう一度来る可能性は低いのではないか。しかしかなりの人数が海外に行っているので、海外で流行っているオミクロン株新系統の XBB だとかが入ってくることは警戒している。移動するという物理的な動きだけで変異株がどれほど出るのか、今後1ヶ月程度は注意して見ていかなければいけないと述べて締めくくった。スタッフも感染し大混乱。中国在住の医師が語るゼロコロナ後の医療現場の実情。春節でどう変わる。中国の新型コロナ医療現場。中国の春節、旧正月に合わせた大型連休が1月21日から始まった。新型コロナウイルスを抑え込むゼロコロナ政策終了後初めての連休であり、1月27日まで続く。中国国内では都市から地方への人の移動が活発化することにより、医療資源が乏しい農村部を中心に新型コロナの感染拡大や重症者の増加が警戒されている。スタッフも感染し大混乱した中国の医療現場。飯田、2022年12月からゼロコロナ政策が緩和されました。一気に感染爆発したという報道が日本でも出ていますが、実際にご覧になっていていかがでしたか。友成、12月中旬ぐらいから2週間足らずのうちに周りが全員コロナに感染するくらいの勢いでした。それまでゼロコロナ政策でほぼゼロだったコロナ患者さんですが、ほぼ全員がコロナ感染の患者さんになるような状態でした。飯田、一気に押し寄せることになるとお医者さんは大変ですよね。友成、そうですね。スタッフ自身も感染してしまいましたので、医療者の人手不足かつ患者さんの増加でダブルパンチというような状態になっていました。飯田、医療機関でもクラスターが出てしまうと手が回らないという感じでしょうか。友成、一時は40人いる人員のうちフロアのスタッフが3人になってしまいました。ほんの数日ではあったのですが大変でした。限られた人員で対応、当日には見られない患者も。飯田、医療提供はどんなことをされたのですか。友成、医療を止めるわけにはいきませんので、限られた人員でどうにか患者さんを見ました。待ち時間も長くなりました。私の友人が勤めている病院の救急外来では普段は30分、長くても2時間待ちだったところが、8時間待ちや当日中には見られないような状態になっていました。できる限りのことを行っていたという状態です。早めに抗ウイルス薬のパクスロビドが提供された。高リスクや重症化しそうな患者に使用。ジャーナリスト有本香里、具体的に重症化した方々にはどのような治療されているのですか。友成、抗ウイルス薬のパクスロビドが早めに供給されましたので、まずそちらを高リスクの患者さんや重症化しそうな患者さんに提供することができました。飯田、パクスロビドを。友成、もちろん一気に患者さんが来てしまいましたので、パクスロビドがなくなる時もあったのですが、なんとか治療しました。あとは日本と同じく人工呼吸器や ECMO が必要な患者さんも出てきました。分析データが少ない。有本、中国では中国国産ワクチンの接種を進めてきたと思うのですが、効果はいかがですか。
ともなり、まだ非常に難しいと思います。今までアルファ株、ベータ株、デルタ株などに全くさらされてこなかった国民ですので、他の国のように軽くでもウイルスに暴露されていて、かつワクチンを打っていた国とは違います。有本、そうですね、ともなり、純粋にワクチンだけを打っていたというバイアスもかかりますので、科学的にしっかりと分析したデータが欲しいと思います。どの病院に何が足りないかを政府が把握していて、薬などの供給は早い。飯田、先ほどパキロビッド、パクスロビド、新しく作られた新型コロナの対応薬の話がありましたが、薬の供給は潤沢なのですか？ともなり、感染爆発した12月中旬にはまず解熱剤が市内からなくなってしまいました。そして12月末に中等症から重症の患者が増えてきた際には、パクスロビドや人工呼吸器とともに使うステロイド薬、酸素自体も非常に少なくなった瞬間がありました。しかし意外とすぐに供給されました。デジタル化が非常に進んでいますので、どこに何が足りないということを政府が把握しているのです。小さな子どもや高齢者は優先して診察する。飯田、高リスクの方やお子さんなどの感染はいかがですか？ともなり、どんな疾患もそうですが、赤ちゃんや3歳以下のお子さんについては注意してみなければいけない面があるので、優先してお子さんや高齢者の方を見るようにはしていました。小さいお子さんが来た時には救急外来で8時間待ちにはせず、2時間以内に見るようにしていました。新たな変異株はまだない。飯田、新型コロナウイルスが悪い方に変異しているなどという情報はありますか？ともなり、出てくるにはまだ早いので今のところはないのですけれども、今後はそういう可能性も注意しながら対応しなくてはいけないと思っています。海外へ行った人から新たな変異株が持ち込まれる可能性を危惧。有本、ちょうど春節で延べ20億人くらいが大移動すると言われています。おそらくまた感染が広がる。それから先生がおっしゃっていたように、この先さらに変異する可能性がありますが、相当危惧されているのですか？ともなり、一つは今あるウイルス自体がどれだけ広がるかということです。国民が一気に感染していますので、ピークのようなものがもう一度来る可能性は低いと思うのですけれども、それは国内移動の話です。飯田、国内の場合は？ともなり、海外については行動制限がないのは4年ぶりなので、やはりかなりの人数が海外に行っています。ですので、海外で今流行している XBB.1.5 などが入ってくることが警戒されていますし、物理的な移動の動きだけで変異株がどれだけ出るのか、どこの国でもそうですけれど、やはり今後1ヶ月くらいは注意してみなければいけないと思います。4万人の邦人がいる上海、日本人の対応。飯田、上海には邦人の方々もたくさんいると思います。邦人の方々はどういう対策などを取っていらっしゃいますか？ともなり、上海は世界的には第二の邦人として、4万人近くの邦人の方がいらっしゃいます。皆さんよく対策されています。解熱剤を備蓄したり、日本に一時帰国される方も多いので、そのような方は日本の薬を買ってきています。第一波で薬がなくなった経験もありますので、第2波が来てしまった時も皆さんしっかり対策されていらっしゃいました。